両政国一覧機内山城国紀軍、しずきしずきと文豪橋と、小倉池と名所図へ四月は、京都府京都市にあった小倉地北岸小幡山中腹の、関月の名所、四月の森。現在の桃山丘陵中腹の京都府京都市伏見区、桃山町大長老の巧妙、スコウ両天皇陵の周辺はかつて四月と呼ばれ、南に、小倉池を一望する、風光明美な地で、 平安時代より、寒月の名所として知られる。四月は、空の月、川の月、池の月、酒月の月の四つの月の意味とされ、多くの王族や貴族たちが別荘を構えた。中でも、平安後期の伏見長者と称された、立花の都綱は、宇治、平等院を改装した父、藤原頼道に習い、伏見帝、伏見別行などと称された伏見山荘を築き、 連日のように仲間の公家たちを招き、四月の森や小倉池の風光明媚な様を目で、鹿還元にふけったり、酒を楽しんだりしたと言われている。都室な没後は、伏見山荘は白川上皇に寄進され、以降は王家の荘園となる。その後、後白川上皇に伝承された際、上皇はここに壮麗な伏見殿を造営する。さらに、スコインが伏見殿を、 吉人親王代々の総伝地都市伏見の宮家を創設する。それ以後、伏見の宮家は、四月の森にある伏見殿を常語所、小倉池の船着き場である南浜付近に建てた船戸御所を加護所と称して繁栄を極めたという。しかし、室町期の動乱、戦国期の騒乱を経て、伏見殿は後輩の一途をたどっていく。そして豊臣秀吉が関白の位を、 豊臣秀治に譲った際に、隠居屋敷を築いたのもこの地である。隠居用の屋敷が秀吉の本城へと意図を変えると、秀吉は、宇治川の流路を、小倉池と分離して城下に導き外堀とするとともに、対岸の向こう島との間に文語橋を架け、従来は、深草の隅染めから、小畑山の北側の八下峠を六地蔵へ抜け、宇治橋を経由していた奈良街道を、この地水工事で築いた、 大皇帝の上に付け替える。この文後橋は、戸麦、伏見の戦いで焼け落ちるが、明治6年に再建されて、寒月橋と改名。これが、現在の国道24号のルートとなっている。慶長伏見地震で、四月伏見城が倒壊し、小畑山に伏見城が建て直されると、この一帯には、大名屋敷が整備される。現在の大長老という地名は、 秀吉や徳川家康の顧問、外交層的役割を務めた西原衣将、直氏の屋敷があったことにちなむ、京都府京都市伏見区桃山町大長老にある、総当州の寺院。ありがとうございます。